不正アクセスなどのサイバー攻撃、どのように対応するか。昨今多発している不正アクセスなどのサイバー攻撃対策に効果的なクラウド型 WAF サービスをご紹介。マジテミの土屋です。ライコー電子通信株式会社竹並さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ベンターセキュリティシステムズ株式会社陣さん、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。なぜウェブ関連の攻撃が増えているのかという点になります。でまずウェブサービスの利用増加というところが一つ挙げられるかと思います。で現在の、世界情勢的にもですね、まあ、影響を受けてですね、ウェブサービスへの依存度が、高まった結果、ウェブアプリケーションを狙った攻撃も増えてきているというところになります。でこのような背景から、ウェブサイトを守る、ソリューションの、ウェブアプリケーションファイアウォール、WAF の需要が非常に増えてきております。で、まあ、ウェブ関連の攻撃増えているっていうところですとか、WAF の需要も高まっているというところにはなるんですけども、まあ、本当に WAF ですね、まあ、必要なのかという点でですね、WAF の必要性について、簡単にお話をさせていただければと思います。ほとんどの企業様ですね、まあ、ファイアウォール入れられてたりですとか、まあ、UTM 導入されてたりですとか、あとは IDS、IPS ですとか、まあ、そういったところですね、ご導入いただいているかとは思うんですけども、そういったソリューションで守ることができるのが、システム基盤を妨害する攻撃という形になりまして、アプリケーションレベルの攻撃に関しては、守ることができないという形になります。で、そういったところを守ることができるのが、WAF の方になります。で、WAF のですね、導入のメリット、というところですね。ちょっと今申し上げた部分であるんですけれども、Web アプリケーションの、改ざんリスクを抑制できるというところがまず1点。で、2つ目が、脆弱性を回収するまでの、猶予期間を設けられるというところになります。インターネットを基盤としてビジネスが成り立っております。インターネットっていうのはどうですか？オープンされている社会なんですね。つまり共有することによって新たな価値を生み出すような社会になりました。で、このような社会でセキュリティを担保するためにですね、閉じるだけで成り立ちますかっていう話で、今のこの変化された社会に合わさった新たなセキュリティのアプローチが必要とされるっていうのが、この社会の変化でも現れているのかなと思います。やっぱりその時代に沿ってですね、守るべきものは変化を遂げておりまして、でクラウド上にあるこのデータをどのように守っていくのかっていう観点で、皆さんセキュリティ対策を考えていかないといけない時代になりました。でつまりここ非常に重要なポイントになってくるんですが、このデータ、企業としては守るべきデータがうちら何を持っているのかっていう棚卸しをしていただく必要がございます。でその理由としては、認識できてないものは守れないからです。なのでどのようなデータを守っていくのかっていう観点で、皆さんぜひ棚卸しをまずしていただく、ここのスタンスを持つことが非常に重要でございます。でここでデータを守るべきっていうことをぜひ覚えていただきたい。WAF の種類はハードウェア型、ソフトウェア型、あとサーバーに入れ込むエージェント型、そしてクラウド型って、4つぐらい取り上げられるんですが、クラウド型っていうのが今注目されております。なぜかというと、この5つぐらいの特徴があるからなんですね。リズナブルな値段、導入が簡単、サーバーに影響がないとか、あと専門家が運用してくれるなどなど。こういうところをかなり評価してもらって、今お客様の場合はかなりクラウド型 WAF を導入される傾向にございます。まず一つ目のポイント、そのクラウド型 WAF サービスっていうのは、ウェブサイトを守る機能が総合的に提供されているのかっていう機能の確認をしてもらいたいっていうのが一つと、二つ目は導入から運用までのこの全サイクルに対して設計されたマネジドサービスがちゃんとついているのかっていう確認、あと最後にグローバルで証明された専門性がそこに入っているのかっていうポイント、この3つの観点でいろんなクラウド型 WAF サービス比較していただきたいなと思います。弊社のクラウドブリック WAF プラス、ここをなぜプラスついているのかっていうのが非常に重要なポイントになるんですけども、シグネチャーじゃなくてロジックっていう観点で WAF が動くんですね。その WAF にはかなり自信持っております。
あとですね、最近 DDoS 攻撃、ボリュームで入ってくる攻撃ですね。L3、L4 がネットワークレベルの DDoS 攻撃。あと L7 がアプリケーションレベルの DDoS 攻撃なんですが、クラウドブリックワッププラスの場合は、この両方網羅して DDoS 対策が取れるっていう形です。クラウドブリックの場合は、セキュリティのマネジドサービスとして4つ提供差し上げております。導入時のものが1つと、あと運用においての3つっていう形になります。で、導入時の方はですね、実際 WAF などセキュリティ製品導入されると皆さん心配されているのが、普通に導入しちゃったらアクセスできなくなりましたとか、メニューが押せなくなりましたって、まあ、ここがいわゆる誤検知、過剰検知っていう、まあ、ことをするんですけども、まあ、そこを防ぐようにですね、導入していただいた当時から、実際検知だけさせる、ログだけさせるモニタリング期間を設けまして、まあ、そこからログを収集して、分析して遮断モード入れる前の段階でセキュリティ運用ポリシーをラボの専門家の方でご提案させていただきます。でその後に一個一個ですね、セキュリティ運用ポリシーをカスタマイズさせていただいた上でスムーズに遮断モードまで誘導できますので、非常に雇用いただいている導入時のマネジドサービスになります。あと脅威データを分析してですね、脅威度のスコアリングを当てながら IP とボットに対してですね、遮断できるような機能をつけているということで、ちゃんと、クラウド型サービス導入される理由はお任せできるから導入されると思うんですが、そこの内訳をちゃんと比較していただきたいっていうのがこの2つ目のポイントにございます。クラウドブリックの場合はグローバルから、証明を受けているのが4つございます。まず1つ目、先ほどの WAF ですね。2005年から WAF の専門メーカーなんですね。ロジックっていうこちらの技術は日本を含めて5カ国で特許取得済みの技術で入れている内容になります。あと3番目の方、弊社の WAF の性能っていう段階では、アメリカのトーリグループと、あとスイスのウィジュリンクグループから客観的な検証を受けておりまして、数字として出させていただいております。なのでただただサービスやってますよではなくてですね、ちゃんとグローバル共通したスタンダード的なところで検証を受けて客観的な数字を持っての専門性っていう形でクラウドブリックワッププラスはサービスを展開させていただいております。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。